ネクストバッターズサークルの高橋、バッターボックスには去年の二冠松井秀喜。これは今のは決めに行った落ちる球、フォークボールになります。ツースリー。これでまた二岡は走りますか。走るでしょうね。あ、ランナースタート、ヒッティングはファールボール。昨日の最終打席でホームランを打った松井にとっては、伊坂さん、今日の試合非常に大事になってきますかね。あの、今日はですね、昨日はその、まあ、ナンバーワンと言っていい左ピッチャーが先発したわけですよ、はい。だから今日は右ピッチャーですので、その分安心感を持って打席に立てることは確かに言えると思いますね。はははははは。カウントは 2-3 です。これはレフト線、どうか、切れていきます、ファールボール。そういう安心感というものはこの打席ご覧になって感じますか。2エンド2まで1球も振りませんでしたよね、はい。これがですね、三振が怖くないんですよ。三振はしないというふうな自信を持って立ってますから。昨日はですね、やっぱり、初球から勝負に行ったりとかですね、手を出していく、これはやっぱ三振が怖いんですね。追い込まれる前に、2エンド2から 2-3 となって2球粘る。インコース、判定は微妙ですがフォアボールです。インコースのストレート、堂々と見逃すボールではなかったですよ。はい、さあ、スコアリングポジションにランナーを進めましたジャイアンツ。ワンアウト二塁一塁で4番の高橋由伸です。マウンド上、田畑の表情、今のフォアボールを引かなければいいですけどね。今のフォアボールが影響しなければ。そうですね、まあ、ただ影響というか、古田も投げる体勢をすぐ取りましたのでね、はい、田畑自身は分からなかったと思いますよ、ストライクかボールかというのがね、はい。ファーストストライクから積極的に打っていく高橋、初球はファールです。昨日9回にスライディングをした際に左足を痛めて、途中退場という形を取りました高橋ですが、今日は元気にスタメンに復帰しています。先制のチャンスはジャイアンツ。これも際どいところ。どっちの足なんですかね。左足というふうに、左足、はい、左足だったら多少影響あるかもわかりませんね。ははというのは、その足上げるでしょ、右足を、はい、体重を左足に乗せなきゃいけないので、うん、まあ、そこら辺でその自分の体重の重みに耐えられるかどうかですよね。ははそこら辺の影響はファールボールです。スライディングをして足を痛めるというとどういう怪我になるんですか。まあ、いろいろありますよね。いろいろ例えば、打撲であったり、はい、まあ、少しひねったりだとかですね。あ、まあ、軽いので言えばすりむけるという。切り傷です。切り傷ですね。豊さんはスライディングで怪我をしたって僕は、まあ、ちょっと切り傷みたいなのありましたけども、はい、他はあんまりなかったですね。そうですか。詳しい怪我の状況は分かりませんが、その高橋に対して田畑2エンド2になります。
1回の表、新岡がラッキーなセンター前のヒット。清水倒れましたが、松井がフルカウントからフォアボールを選んでワンアウト2塁1塁。力で押していきます田畑。インコースインコースに来ていますが、この高橋を打ち取るためには古田やはりインコース攻めということに、やっぱりインサイドが弱いというふうに思ってるんでしょうね。ただ今のは甘いボールでしたけども、ボールにまだ立ち上がりということで力がありますからファールになりましたけどね。変化球1、2塁間破ります。打球が速い。新岡は3塁ストップです。チャンスを広げる高橋由伸、1、2塁間を破るシングルヒット。昨日の怪我の心配を一蹴します。ここは2エンド2から変化球、ちょっと甘かったですか。いやいや甘いと言いますかね、はい、初めて投げたカーブなんですよ今日は。で高橋もインサイドインサイドに速い球いっといてですよ、はい、であのカーブちょっと高かったんですけども、うん、でもねあれを溜めてパンと反応できるあたりね、やっぱさあのすごいバッターですよ。そうですか、はい、あの5月に入ってから調子がね、いまいちどうかという高橋の話もよく聞くんですけど、はい、ただね、はい、周りの状況、周りみんな調子が悪いんですよ、はい、でチームは連敗する勝てない、うん、その状況の中でですね自分を見失わずに、はい、これだけの打率を残してまた4番も務めてですよ、うん、僕はよくやってると思いますね。あ、そうですか。まだ2年目の選手ですからね。さあワンアウト満塁から石井が左中間にどうか、飯田が追ってこちら向きこちら向き掴みました。三塁からタッチアップ、新岡がホームイン。ジャイアンツ石井の犠牲フライ、1回の表先制点を挙げています。ワンアウト満塁から初球を狙っていきました石井。1回の表先制点を奪われた田畑です。まあ、本人はですねあまり納得はしてないでしょうね石井、なんで入らんのやという感じでしょうね。あ、そうですか、ちょっと上空高く上がりすぎましたかね、はい、あとやっぱこういう湿気がある時っていうのはボールがあまり飛びませんので、これがね乾燥してカーッと昼間でも晴れてれば、うん、あれが逆に入ってる可能性はありますね。そうですか、4点になるか1点になるかという違いでしたが、やっぱ自然現象に少なくとも影響されますからね。あ、さあ1点を先制、さらに2アウトながら2塁3塁のチャンス。今の第1球で高橋も松井もそれぞれ進塁しています。バッターボックスには元木、現在打率は2割2分0厘と低いながらもここ一番の勝負強さが光るバッター。ピンハイ、この辺の高木さんは元木の勝負強さというのはどうご覧になりますか。こういうチャンスの時にですね、自分の狙い球そういうものをきっちり決めるんですね。それと大振りはあまりしなくなりますよこういう時に。例えば右に打った方が簡単なピッチャーなのか、それとも遅いボールを待って引きつけて引っ張った方がいいピッチャーなのか、はい、そういうことがですねはっきりしますね。得点圏にいないときは一発を狙っていってしまう、まあ、そういう遊び心があるバッターですよね。でもそれもバッターにとって非常に大切なことなので、ただもう少しやっぱり率を上げないとですね、気分的に重いでしょうね、元木の気分がね。はい、6番サードの位置を獲得しています元木大輔。得点圏打率では5割2分2厘という高打率。スコアリングポジションにランナーを置いて、1点を失いました背番号39田畑。
少し間合いを嫌いました。1回の表は先頭の新岡のラッキーなヒットがありました。ジャイアンツそのチャンスを生かす形。変化球はよく見ました。これで2エンド3フルカウント。よく止まりましたね。これがねやっぱりボールを引きつけてみようとする元木の姿勢がですね見逃してるんですね。あ、そうですか。これは一発でも狙おうとするんだったらくるっと回ってると回ってるはずなんですよ。球が浮いてフォアボール。ツーアウト満塁となります。やっぱりあの前のボールをですねやっぱり見逃されると非常にピッチャーとしてはプレッシャーかかるでしょうね。今のはストレートがやや高めに浮いた感じ。今日2つ目のフォアボールを出しましたが田畑ここまでどうなんでしょうね。悪くはなかったと思うんですよ。ただ思わぬピンチ、はい、打ち取ったのがヒットになる、はい、ストライクだと思ったのがボールになる、はい、だからまだその審判との呼吸といいますかね野手との呼吸そういうものが合ってないだけで田畑自身はですね、はい、まあ、今球々としてますよね、はい、してますけども球の走り自体は悪くないと思いますね、はい、ここまでクリーンヒットというのは高橋の1本だけですからね。そうですね。さあバッターボックスには7番の河合が入っています。1回の表1点を先制さらに2アウト満塁高め。ただやっぱりあの点を取られることによってリズムを崩してガタガタになるっていうピッチャーもいますのでね、はい、やっぱここは本当にこのゲームにとって大事なイニングになりましたね、はい、この河合を打ち取って傷口はここまでに抑えたいところ。田畑ややこれも高めのストレート1エンド1です。しかしこの状況で河合というのもこの田畑古田にとっては嫌ではないですか。簡単に打ちませんのでね、はい、粘って粘って打っていくタイプですので、うん、非常に嫌だと思いますね。1エンド1左中間これはどうかセンター伸びていく。飯田はこちら向き打球をつかみました。2アウト満塁追加点はなりませんでしたジャイアンツ。しかし石井の犠牲フライ1回の表1点を先制しています。1回の表は新岡がセンター前ラッキーなシングルヒット。飯田が打球を見失いました。清水倒れましたが松井フォアボール。さらに高橋由伸がヒットでつないでワンアウト満塁。石井博夫が昨日に続く先制の犠牲フライを放ちました。ジャイアンツ1回の表1点を先制です。清原の怪我によりこの石井がファーストのポジションを守っていますがここまで石井よく頑張ってますね。よくやってますよ、昨日のホームラン、昨日の先制ホームラン、まあ、三山が移籍してその歓迎団だよなんていうことも言っていましたがその三山が今日は先発のマスクをかぶるという形になっています。まあ楽しみですね。そうですね。どういうリード、どういうピッチングを見せてくれるか、はい、非常に楽しみです。